マイクラやろうかなと思いますが、いけたかな？ここの空き地になんか作ろうかなと思ってて、で、何作ろうかなって考えたんだけど、なんか、ちょっとピラミッド状のものをまず作って、それをアレンジしていくのとか面白いかなと。急になんでピラミッドって話にはなるんだけど。なんとなくね。なんとなくピラミッド的なものがいいんじゃないかなと。直感でひらめいたからちょっとそうしてみようかなと思いますね。なので、どうしようかな。とりあえず、目安をつけるか。梅門さん、こんばんは。何時？ 23 時。いや、ちょっと、やってみようかな。まあ、比較的小さめのものではあるから、どうしようかな。これ一マス開けて作り始めてるから、ここもじゃあ、ちょっとまず大きさを検討しようか。横二マス、結構ギリギリまで入れてんのか。こっから始めようか。この辺りまで。いけるかな。とりあえず正方形の形で撮りたいかな。お仕事お疲れ様です。どうも。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20取れないかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20取れるか。ギリ取れるけど、この横の通路が、まあどうにでもなるか。最悪ね。最悪、まあ、こっち拡張できるから。20×20 にしようか。ギリがいいから。おう。ピラミッド状のものをまず作って、それをこう削って、直感に任せてなんか作ってみようかな、みたいな。ちょっとそんな感じで。ブロックの色がぴったりです。1、2、これ横に20をちょっと確認したいな。これを使えばいいか。なんかちょっと簡単に作り終わるようなものがいいかなみたいな。で、次19か。19。これ1マス目だから、まあ合計20ってことね。ちょうどだね。で、マス目は間違ってないっぽいんで、あとはバーッとやろうか。どんな感じになるかな。2時間くらいで作り終わるような建築をなんかちょこちょこ作っていくのもいいかなと、ちょっとあれ作った時に思ったのよ。あれ上の部分まだなんかやるかもしれないけど、これくらいがだいたい2時間くらいの目安だったな。こんな感じで 20×20 マス、
これ取れましたね。で、一旦形を作っていきたいので、一旦完全なピラミッドの形にする。で、そこから削って、あれこれしていく。まずは、普通に、この感じで上、一番上までやる。あ、待って、20×20 って頂上、大丈夫よね。奇数になるよね。奇数じゃない、偶数になるよね。偶数になってもらわんと困るよ。階段ブロック、まあ、どっちでも大丈夫か。これ一旦下になんか置かんといけんのか。素敵な建築です。なんかちょっと、エンドの雰囲気にも合うようなね、なんかよくわかんないけど、神秘的なものをいっぱい作るのも面白いかなとちょっと思ってきてる。で、やっぱなんか、あれだね。あと、ここ、使いにく。使いにく。何すんだっけ、これか。ちょっとこれ使いにくいから、マジで、あっちのピラミッドの中に入れ込もうかな。見た目はええんじゃけど、使いにくくてしゃあねえよ。一旦ね、一旦これでいくから。で、ちょっとここを仮で、こうやってやんないとブロック置けない。あ、一マス置けばいいか。一マス置けば、あ、てか、上がれなくなった、これ。多分、ここ一マス置いとけば、横にバーっと、やって、多分その勢いでいけるような。この階段のこの作業、嫌だな、この。一段上がったり下がったりが。かといって、こう向きでやったら角度おかしくなるしな。なんか今日スタート時間遅かったから、あ、直ってる。スタート時間遅かったから作業系やろうかなと思ってたんだけど、あとギリギリまでスプラのフェスやるか、すごい悩んでて。まあ、スプラに関してはもう誰も望んでないだろうから まあ、いや、記念としてなんか残したいなみたいな気持ちがあるんだけどね。まあ、でもやりたい、どっちを言ってもやりたいか、どっちをやりたいかと言われると、マイクラの方やりたいはやりたい。記念として残したい気持ちはあるけど、スプラね。で、まあ、需要もないし、まあ、じゃあ、基本的に迷うことはないんだろうなと思って。気持ち的な問題よな。だからスプラには特別な思い入れがあるからさ。ちょっとここまた後でどうにかするね。スプラは特別ではあるから。あ、上に乗ってやったらいいのかな、これ。いや、そういうわけでもないか。いや。旦上までやる。で、なんかやっぱね、エンドの建築、ちょいちょいやっぱ再生されてきてるような気がするから、まあ今後わかんないけどね、一時的なものかもしれないけど、なんかやっぱ何かの取っかかりになればいいなと思って、このエンドの建築がね。じゃけ、なんか、意味がないものでも、デザイン重視で、なんかいろいろやっていくと面白いかなと思うんで、機能性は後、こんな機能性後回しすぎるやん。こんなんでいい。なんか見た目面白いなみたいなもの。
なんかあんまり見たことないな、こういうのみたいなのを作れるといいな、みたいな。もともと幾何学模様が好きだから、なんかそういうシンメトリーのものとか、なんか万華鏡で見るようなものとかさ、ああいう柄みたいなのが好きだからさ、なんかそういう感じのものが作れると面白いかな。だから自分自身が興味があるからね。今こうやってピラミッドテーマを今回ピラミッド的なものとして始めてるけどさ、まあもともとこれを一番上まで積み上げて、そこからどうインスピレーションがこう動くかによって決めていこうと思ってるから、自分でも分かんないよ。それが面白いよ。飽きないというか自分の中で。何も決めてない。ピラミッド状にすることしか決めてないから。出来上がってみたらピラミッド状になってないかもしれないしね。初めこれでも。それもまたよしっていう。その最初のテーマにすらこだわりすぎないっていう感じでやっていきたいな。一応こここそチェストは置ける場所にしたいなっていうのは、まあ一応思ってはいるから、まあこれくらいのスペースあれば、ちょっとエンドでね、なんかちょっと置くくらいにはなるでしょう。そうですね、見られるといいですね。なんかもう気になってしょうがないようなものをいっぱい作ってみたいな。なんか気になるから見ちゃうみたいな。それが理想だよね。でもやっぱそれを考えると、やっぱ小さめのものをいっぱい作って、まあ第一段階として。で、引きを作っといて、で、ある程度興味持ってくれる人が増えてきたところで、でかいの作るのがいいかな。自分自身飽きちゃうからな、ほんとでかいの作り始めると。飽きるんだなっていうのを最近よく思うから、ちょっとずつ完結するものをいっぱい作るみたいなのが、見栄え的にも面白くなりそうだしね。飽きずに楽しめれば、それが一番いいや。結構もう上まで来た。これ、一番上まで行ったらアーカイブ切り替えようかな。てかもうこれで一番上か。OK。謎のピラミッドができました。こういう感じね。現状こういう感じね。で、ここでアーカイブ切り替えておこうか。いいね、これは。よし。とりあえずアーカイブ、プレステ5の動画が1000回超えてますね。そうそう。なんか興味あるかもしれないね。プレステ5版。ちょっとアーカイブ切り替えよう。